シスタントの大谷氏です。はい、今日もよろしくお願いします。今日はですね、はい、見てください、こちら、じゃじゃん、でーぐでたまのなりきりフェイスパックでございます。これ料理ではないです、ではないですね、はい、たまにね、はい、エプロンしてますけど、はい、今不意に思ったけどエプロンしてますけど、今日は料理ではございません、はい、このぐでたまなりきりフェイスパックをね、オタクにしてもらおうと思います。なんでか、僕がするんですか。そうです。なんでかっていうと、私以前これ自分でも実はやったことがあって、写真撮ったんですけど、とてもあげれるものじゃないので、あげれるものじゃないのに人にやらせるって、ちょっとあれおかしくないですかね。論理的に、ちょっと論理的にも倫理的にもちょっと今のはどうですか。まあまあまあ、一応ね、はい、まあ、オタクイケメンなんで何やってもかっこいいと思うんで、今日はこれをね使って、見てもらいたいと思います。ちなみにこれあれなんですよ、はい、卵黄エキスっていうのも入ってるらしいんです。卵黄エキスはいいんですか、肌に。お肌にいいです。なんでちゃんとこういう卵のエキスも入ってるというパックでございます。ちなみにバニラの香りがするらしいですよ。卵の香りじゃないの。そう、バニラの香り。そこはバニラです。そこはバニラみたいですね。うわ、すごい色してますよこれ。あー、確かにいい匂いがする。あー、確かに、ね、バニラのいい匂いがしますね。いきます。ぐでたまのオタクでございまーす、ね、このぐでたまがどんな感じだったか作ってみましょう。はい、ということでオタクにはね、これ15分から20分ぐらいね、置くようなので終わりたいと思います。この動画がいいと思ったら、いいねボタン、そしてチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。エッグー。お宅のファン。Okay.